あのやっぱりその人気な漫画っていうこととやっぱり今回の脚本家の大江さんって方が「ドライブ・マイ・カー」っていう作品の脚本家でもありまあその作品の僕がファンだったってこともあるんですけれどもまあそこもワクワクした点であとやっぱり片山監督の作品好きで見てたから本当に今回の。 メンバーは魅力的だなっていうところに惹かれアウトサイドフィアーあのまあ純粋にあの作品を楽しんでいただきたいってなるんですけども、まあ、今回描かれている多分テーマとして愛と正義っていうことが あるのかなって、まあ、僕自身見終わった後に感じたことなんですけれども愛っていうのはまあ家族だったり後藤、まあ、家も家族村の人間も村の中での愛ただそれが行き過ぎた時にそれ果たして正義ですかっていうこの問いかけっていうのは、まあ、この作品の一つの面白がってもらえるポイントなのかなって感じます。 A protective father? あの、まあ、僕も実際こう結婚していて、まあ、妻と子供がいるので、まあ、今回の作品のダイゴの、まあ、家族の関係性っていうのはすごく共感ができるし、あの

本当準備した面っていうのはあのアクションのことだったりあの、まあ、今回そのリハーサルの段階で、まあ、片山監督がエチュードの方法で、まあ、台本にないシーンを使ってキャラクターの関係性を作り上げていくっていうやり方をされていて、まあ、それはやっぱりこう。 日本でよくあるタイプのリハーサル方法ではないからまあこう団結力が生まれる面ではやっぱそのそれいいんだなっていうふうに感じました Early on in the series, I think even the first episode, there was a scene I was really focused on. It was when your character discovers the nail in the bike tire.、Um, it, there was no dialogue in the scene, so I'm really curious. s what w a What do you think was in your character's mind? For that scene. まあこう演出というか割となんかこう直接的にこう物事を伝えないであのなんていうんだうこっそり嫌がらせをするされるっていうことに対してやっぱりこうゾッとするし別にもちろんああいうのはよくあることではないですけどなんかそう。 誰がやったかわからない怖さっていうものはやっぱ改めて本当怖いなっていうふうに感じた瞬間でした、ね。の、まああうこれれはは、まあ、日本では今も全話配信されて 結構多くの方にファンになってもらえてるんですけれども、まあ、やっぱり第3話で描かれるなんでそんなにこうなんて言うんだろうなう暴力を振るってしまうのかとか、まあ、なぜくその村に3人家族で行く必要になったのかとか少しその僕の演じる阿川大吾っていうキャラクターの。 過去編というかバックグラウンドを描くのが第三話なので、あのそこに対する評判っていうのは、あの、まあ、あのま一番あの面白かったって言ってもらえてる回であるので、まあそこはやっぱり自分の中でもいい意味でもこう印象に残ってるかです。For my last question、how would you describe the growth and changes that your character has undergone after moving to the village? まあさっきも言ったようにあのやっぱりそこにはこう平和に幸せにこう家族と過ごしたいっていう夢があってもちろんそこに行ってるんですけれどもまあその中でだんだんその自分と合わない意見の人が多い状況でこうだんだん暴力を振るってしまう男に変わっていくっていうだんだんその暴力を狂気なんじゃないんですかっていう。 風に見えてく自分がこう正しいと思って振る舞っていたことが今までそれに対して味方がいたのにだんだんなんだろう自分一人がおかしくなってんじゃないのかなってなるこの雰囲気というかそれは多分僕たちも普段生活していて感じることだしなんかそういう怖さが今回は描かれているのかなって思います。 Thank you so much for your time today. Thank you so much.